はいどうも、こんにちは、クレイです。というわけで今回はちょっと近況報告的な動画を撮っていこうかなと思っております。まあ内容的にはリアタイやってからのバリュースカウト引くっていう流れの動画にはなるかなとは思うんですが、まあちょっとこの期間2週間ほどね動画をお休みさせてもらってたので、まあその期間でのプロスピ的にはどんな感じに動いていたのかっていうところ、まあちょっと交換会に関しては後日、まあ今日からまた最後のね提出抽選っていうところがあるので、まあその期間が全部終わり次第動画にはしようかなと思ってるんですけど、まあそれ以外の部分でね、まあリアタイの話であったりとか、まああとはいろいろオーダーの話であったりとかっていうところを、していきながら動画の方をね作っていけたらいいかなと思ってます。ってことでまずはエリア隊の近況報告の方からやっていきたいと思います。いきましょう。はい、ということでございまして、今ランク戦のページの方に来ているんですが、まずちょっとリアタイに関してはやっぱ最初の方ね、本当に症状がマックス厳しい時に関しては、全く全然もうやる気にもならなかったんですけど、まあ、入院してから割とちょっと症状が回復して以降ですね、まあ暇な時間もできましてリアタイをそこそこやっておりました。でまあこれツイッターでも言ったんですけど、左腕にね点滴を打ちながら右腕で球を打ってた結果、まあ今スクショ出てると思うんですけど打率をね、更新することができました。まあ、具体的な数字で言うと直近30試合で6割3分4厘かな、っていう数字が、とりあえず最高にはなったんですけれども、まあ今本当に猛者の方たちでは7割とか8割とかっていうところはもう普通に出てきてる時代なんで、まあ6割3分っていう数字にどこまでの価値があるのかもう全然わかりませんけれども、まあ個人的にはとりあえず、最高打率更新できたので、まあまあ良かったのかなっていう感じです。まああとはもうちょっとがっつりやり込んでね、次は7割目標で本調子な状態で、まあ30試合ガチでやって7割目標で頑張っていきたいなと思ってます。でまあオーダー的な部分で言うと、ここは変わってますね。はい、 OB 中村のりひろ選手を投入しました。まああとはそんな変わってないかな。うん、とりあえずこんな感じのメンバーで戦ってます。ってことでとりあえずやっていきますか。うん、まあまずはちょっとリアタイの方やっていこうかなと思います。さあ、ということでやっていきましょう。今日の、初戦というか、まあ1試合しか多分やんないと思うんですけど、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。お相手の方、名人の方でしたね。同じぐらいのマッチングです。頑張っていきましょう。あ、待って、間違えた。ユニフォームの設定変えてない。そうだ、俺これ昨日ね、ミルダムの公式の番組出させてもらって、そこでちょっと iPhone にね、ちょっといろいろ端末を変えてたので、この辺とかもちょっと、やばい、ちょっと待って、危ねえ。危ねえ。そう、これ iPhone と iPad で、この端末を移行すると、全部変わっちゃうんですよね。これすごい嫌なんだよな。設定もなんかプリセットで保存みたいなのが、できたらめちゃめちゃ嬉しいなと思ってます。コナミさん、よかったら採用お願いします。さあ、頑張っていきましょう。ちょっとユニフォーム気持ち悪いけど、許してください。はい、オッケー。さあ、先発は僕、金子千尋さんできました。金子千尋選手って今使ってる人どれぐらいいるんだろうな。個人的にはちょっとこの期間にランキング勝ち星ランキングがちょうど更新されたタイミングで、初日なんか結構がっつりやってたんですけど、そしたら4位ぐらいまでね、一応いけたんですが、金子千尋選手ずっと使っててほとんど打たれないんですよね。まあ、あんまり最近対戦が減ってるからっていうところもあるのかもしれないですけど、まあ、ガチガチの猛者には通用しなそうだなとも思うんですが、まあ、打率4割5割ぐらいの方ぐらいまでだったらまだ通用するのではないかなと思っているところではあるけど、打たれたわ。まあ1点ぐらいならいいでしょう。ちょっと3点ぐらい取られたら変えます。あ、ちょっと甘い。取れる。うわー、取れない。それ福留さん、ちょっと前田さんも早く使いたいっすね。ライト結構福留さんもスピリッツ的に100低いだけなんですけど、結構スピ負けすることも増えてきたので、さあちょっと集中して、オッケー。結構何でも捉えてくるんだよなこの人。よしオッケー。いいね、アニバの岡本さん能力高っ。特能全部出るとやっぱ強いっすね。ただオリックスのユニフォーム まあでも意外と似合うな。意外と似合ってるくない。さあ抑えるよ。やばい、切れて。うわ、切れないんだそれ。うーわ、今全然切れなかったな。いや、まずい、普通にまずい。金子さん打たれないとか言っといて、これはまずい。いやー、まあ変えてもいいけどな。ちょっとこれ、相手の大きい方のスプリットを高めに投げる。危な。どうしよう。落とすか、普通に。これボールにしていい。よし。まあ、3点なら OK。大丈夫。さあ、お相手の先発ピッチャーは松井裕樹選手です。いきなり松井対決。これヒットでしょ。OK、落ちる。よーし、危ねえ。これね、まあ、もう一度同じようなボールが来ても OK。 これもこれでしょ。よしいやー、ちょっと入院中のリアタイの練習の成果見せるよ。打率6割3分は偽じゃない、伊達じゃないっていうとこ見せるよ。いやー、ナイスボー。いやー、2球来たか。マジか、さすがに2球連続が来ないと思ってた。もう1球ある。
さすがにないか。よし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 、オッケー、今よく取られた。オッケーオッケー。さあ4番大谷さん、大谷さんもでも実はあんまり動画で多分使ってないかな。大谷さん手に入ってから動画ではリアタイガチオーダーであんまやってないかもな。最近結構純正ばっかやってましたもんね。あ、やばい、ボール、うわー、まっすぐ待ってただけに振っちゃった今。あ、落合さん、落合さんもねスプリッツちょっときついんですけど、やっぱ普通に能力高いんですよね。落合さん今年はロッテで出るのかな。またぜひとも獲得しに行きたい。よし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 。あれでもなんかちょっとがっちり捉えられてないな。なんか内野の間抜けるヒットが多いな。まあまあまあいっか、打ててるから。よし、さあ中村紀洋さん DeNA のユニフォーム着てます。おお、浅尾さんが出てきた。ここでちょっと中村紀洋選手が打って試合を決定づけたい。いやー、いい球、やばい、うわ、やった、うわまさかスライダー来ると思ってなかった。まあいいや。いやでも昨日ちょっとね、まあ、告知もさせてもらいましたけども、スピードワゴンの小沢さんの番組に出させてもらいまして、でそこでね、まあ、山本昌さんもスペシャルゲストで来てくださいまして、で、まあ、山本昌さんも昨日初めてだったんですけど、リアタイをね、まあ、番組内でやらせてもらいまして、やっぱね、リアタイめちゃめちゃ楽しいですね。なんか和気あいあいとみんなでやるリアタイめっちゃ楽しかった、まあ、もちろん一人で集中してやるのも楽しいんですけど、やっぱリアタイっていいなって思いましたね。さあ頑張っていこう。山本昌さん普通にうまかったんでね、ぜひ昨日の生放送見れてない方はアーカイブよかったら見てください。ゲッツ、オーケー。ということでなんとか抑えました。さあさよならするぞ。ちょっと復帰初戦、動画でのリアタイ復帰初戦負け、黒星発進やだよ。うわー、ちょっと待って、パーム打てん。どう、これは超えるでしょ。うわマジやばい。ちょっと待って、代打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 、いい打でいこう。いやマジパームやだ。これが2球目。おー危ね。うわー入ってんのかそこ。うわー待ってたのに今。うわーマジこのカウントで変えるの。いや変えられそう、ここでやめて、変えないで、ここで変えるのやめて。うわーサンチェス、え、ここでのサンチェス、サンチェスってちょっと待って、持ち球なんだっけ、ツーシームスプリットあるよな。あ、見逃して三振になります。試合終了。さあということで、まあバリュースカウトの方をね引いていきたいなと思います。とりあえず単発からいくか。単発いきましょう。まあ単発はちょっとスキップでいきます。はい、もう即スキップ戦法で、即スキ戦法で S が出たらラッキーぐらいでいきましょう。はい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 、オール B ってことで、10連の方引いていこうかなと思うんですけど、自チームどうしようかな。今自チームむずいんだよな。まあでもここは自チーム DNA でいいかな。もう DNA でいっちゃいましょう。 S ランクちょっとまだね引けてない選手も、いるので、まあそこが引けたらラッキーぐらいな感じでいきましょう。じゃあ行きましょう。久々のバリュースカウト。バリュースカウト最近ねなんかもう引き忘れちゃうんで、結構最近ねバリュースカウト引き忘れちゃうんで、もうこれも期限1日前ですけど、まあちょっとなんとか間に合いました。さあにっこりしない。まあ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 、おーいいね、キャプテン佐野圭太選手、来年からは背番号7。キャプテンも番長の口から継続というね発表がありました。まあ当然じゃ当然ですよ。おお、キャプテン2連チャン、オッケー。来年もキャプテン頑張ってください。あざす。でそう、ちょっとね皆さんに聞きたいことがありまして、おー聞きたいことはちょっと後で、オッケー、確定きた。さあ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 、聞きたいことを聞かせてくれない調子くん、何を出してくれるのか。とりあえず自チームのとこまで耐えてほしいな。自チームのとこまで耐えてほしい。最後まで耐えてお願いします。昨日も公式の生放送で絶好調演出出てくれました。ただしかし僕は 50% を引くことができませんでした。さあ今回ここは自チームのとこまで耐えてほしい。あ、いけるんじゃない、あれ、ここ耐えれば自チーム、耐えて、耐えた、自チーム確定。よし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 。さあ自チームシリーズ2の DNA が確定しました。持ってない選手、一番ちょっと欲しいの大貫さんかな。うん、動画撮れてないですけどエース枠で追加になった大貫さん欲しい。お願いします、来い。パットン、パットン、おい、パットンに俺いくらかけたと思ってんだ。うん、触れないでください、ありがとうございました。さあ30連目いきたいと思います。どんどんいきましょう。もう1枚ぐらい確定出てほしい。でそう、さっき聞きたい話って言ったのが、その OB 第1弾とエースの徹底評価動画、これ昨日の動画の最後でもちょっとね、まあ、一応触れてはいたんですけど、あれいりますか。 OB 第1弾と
ちょっとエース枠に関してはね、ちょっと評価動画が出せてなかったんですけど、まあ一応今現段階では取ろうかなって思ってるんですけど、ちょっとね、まあ鮮度的な部分もやっぱ落ちちゃってるんで、まあまあ必要ない方も多いかなと思うんですけど、お、伊能さんの絵いいね。まあちょっと迷ってるんで、皆さんの意見コメントなんてください。さあということで残り20連もう一回勝ちみたいな。ちょっとパットン1枚だとさすがにかぶりなんで物足りない。まあでも自チーム引いただけ結構いいっちゃいいんですけどね。嬉しいっちゃ嬉しいんですが、さあ、あー来ないか。はい、ドン。このつもり選手の写真めっちゃかっこいいっすね。はい、ということでラスト50連目引いて終わりたいと思います。ここ最近の俺の運ならもう1枚いけるでしょ。いきます、お願いします。ラスト、いいよ。月演出が出てる、いける。ちょっと匂ってるよ、いける、いける匂いがする。頼む、最後いい終わり方で終わりたい、お願いします。バット当てろ、当たらない。調子くんまず飛ぶ、